はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習家の林です。よろしくお願いします。今日は慶応の文学部の実習応募の話をですね、またちょっとしていこうと思います。よろしくお願いします。で、慶応の文学部の実習応募で、どういったところが結構悩みどころかってお話をちょっとさせていただくと、いわゆる総合演習2ってやつですね。総合高3に総合演習2、これが非常に問題で、要はこう、そのなんて言うんでしょうかね、こうね、非常に難しいんですよ。で、なんかこう400字ぐらいの課題文が出てきて、それも非常にこう哲学的な内容だったりすることが多くて、それに関してこうどういうふうに答えていくかみたいな問題であることが多いんですけれども、これをどういうふうに解くのが大事なのかっていうふうなところですよね。で、結構やっぱり出てくる内容として見ると、ニーチェとか、アーレントとかそういう話がやっぱり多いんだけれども、倫理の話ばっかりやってればそれでいいかというとそういうわけじゃなくて、政権の話とかでも例えばポピュリズム的な政治とか、そういう話が出てくるわけです。多少倫理に近い部分もあるんだけども、ポピュリズムの話って例えばオルテガの大衆の反逆とかにも出てくるから、そうすると倫理の中の話っていうこともできるんだけれども、で、これも非常に大事なのがやっぱり過去問がね、もう随分昔の過去問からあるので、過去問を一通り見てどこの範囲から出てるかってことをまずマーカー引くって、これがすごい大事なんですよね。過去問の分析っていうところを考えて、でそこから出てきそうなところだけ集中的に、別に例えば倫理だったら問題解くでもいいし、あとそれ関連のこういわゆる論述的なものがあればそういったものをやっていただくでもいいし、私たちはその予想問題っていう形でよく出てるところから、こういうの出てくるよねっていうのを予想して、それこそ50代ぐらいは作ってるかな、希望する人がいたらもう50代ぐらい作ってるんですけど、100代ぐらいは私たちはいわゆる予想問題で準備してまして、総合高3人に関しては、で、そういうものでちょっとやっていくっていうふうなですね、そういう形をとってるわけです。で、そこができるかどうか、それを一通りやっとくとやっぱりこう知識が網羅的につくので、こう問題を解くときに、特に総合高3人みたいなこう課題文がすごいこう少ない問題っていうのは、基本的にはですね、やっぱりこう非常にこうその何て言うんでしょう、知識が求められる。本も読むのが好きなのかなとか、倫理の勉強とかその学校の授業で聞いて吸収できるのかなとか、そういう部分を含めて聞かれてるっていう部分があるんですけれども、やっぱりみんながみんな好きなわけはないと思うし、倫理の授業を受けても理解できないとか、そんな吸収できないという人も多いと思うから、その授業を聞いて覚えるとか、本を聞いて、いわゆる読んで覚えるとかっていうよりは、問題を解きながら実際それってどういうことなのか、問題解いて分からないっていうところから分かるようになるっていうのはすごい勉強になりますから、そういうところはやっぱりしっかりやっていただくっていうところが非常に大事でして、そこの部分ができるかどうかっていうところがちょっと非常に重要かなと思いますので、そういうところをですね、しっかり考えてやってみてほしいなというふうに思っているところです。